さん、こんにちは。7回目となるハーモニカレスキュー的講座動画。今回は、スライド、カッコ、グリッサントです。方法は、ハーモニカを滑らせながら、吹いたり吸ったりする形です。スライドとグリッサントの違いは、厳密には、スライドが、正確に、この音程からこの音程までという形で、グリッサントは、正確に、どの音程とまでは決まっていない、という違いがありますが、ハーモニカ紳士的には、どちらも合わせて、わかりやすく、スライドと呼んでいます。特に、アップテンポな曲の時に、効果が高いテクニックで、迫力を増したり、演奏に深みを持たせたり、10アナハーモニカで出せない音程がある時は、その部分をスライドを使って、うまく濁して、乗り切ったりなど、とても奥が深いテクニックです。また、遠くの穴へ移動する場合には、スライドを使いながら移動した方が、正確に移動しやすいという、意外にもテクニックを、使わない場合よりも使った方が、穴移動のしやすさを得られるというメリットもあります。スライドの方法も、音の出し始めにスライドをしたり、音の終わりにスライドしたり、高い音の方へスライドしたり、低い方の音へスライドしたり、また、一度低い方へスライドしてすぐ高い方へスライドしたり、そこからさらにまた低い方へスライドしたりという発展技もあります。今回は、基本となるスライドの方法をいくつか紹介したいと思います。まず、普通にドレミファソラシドを吹いた場合と、スライドを使いつつ、ドレミファソラシドを吹いた場合を聞き比べてみましょう。ドシラソファミレドの場合も聞いてみましょう。これが一番基本となるスライドの形です。先ほどの演奏ではドレミファソラシドの半分ほどをスライドしましたが、ドレミファソラシドを全てスライドを使いながら吹くことも可能です。次に音の出し始めに高い方から低い方へスライドする方法です。この方法はやや特殊で、初級者の人は慣れるまではまだ難しいのではないかと思います。どんな感じか聞いてみましょう。次は音の最後にスライドする形です。これも一番定番で基本となるスライドの方法です。低い方へスライドするパターンと高い方へスライドするパターンがあります。両方のパターンを聞いてみましょう。続いては、大きく穴移動をするときに、スライドを使用するパターンです。普通に吹く場合より、穴移動がしやすくなる、一石二鳥なテクニックですが、普通に吹く場合よりも、リズムが乱れたり、リズムを見失いやすくなります。ドレミファソラシドと、ドシラソファミレドで、しばらく繰り返し、ループする形で練習してみましょう。
続いて、タシラソファミレトです。スライドを盛り込めば盛り込むほど演奏が盛り上がりますので、実際に曲練習をしていてスライドを入れられそうな部分があればぜひスライドしてみてください。ここでスライドを使うのか、このタイミングでスライドを入れてしまうのかという演奏をする上級者のハーモニカ吹きの方々もいますので、スライドを使うことに慣れてきた人は自身でも予想外のタイミングでスライドを使う機会も伺ってみましょう。それでは最後に、テレビアニメ鬼滅の刃のオープニングの始めの部分でスライドの基本の型の実践練習をして終わりにしましょう。スライドなしのバージョンの後にスライドありバージョンを吹きます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ハーモニカキフキ。